はいどうもりょういちです。それではセブンデイズトゥダイやっていきたいと思います。前回ね、ホードが無事に終わりましたね。今回はちょっとね、この戦利品をね、えー、トレーダーのところに、えー、持ってね、売りさばこうかなと思います。とりあえずまあ次ね、あの、ホードまで、まあ時間がね、またあるから、また準備もね、していったり、まああと武器かな、武器探索ね、探しも、まだまだちょっとね、やりたいところですよね。プラズマももしかしたら紫のね、やつとかだったら、 強いいかもしなまあこの黄色はもう役に立たないから売りさばこうかなうんあとはもうこの辺のものロケットランチは紫だからなちょっと置いとこうかな1本置いといてあれかなあのちょっと弾がね集まればね使いたいところではあるね玉作るの結構大変だからねロケットの弾は面倒なんだよねだから作れないとは思うけどそんなに。 とりあえずこの辺だな。ピストルはいらないから。PSG-1 は一応置いとくか。いや、でも修理、リペアキットで修理すれば品質は落ちないからな。いらないっちゃいらないな。まあ予備でっていうのはあってもいいけど、まあ予備ぐらいだったらあったと思うしな。いくらでも見つかるだろうしいいか。えー、ソードオフ。ショットガン。いらない。弾は一応置いておこう。あとはベストとか。まあこの辺は置いとくか。 使うかもしんないしな。アサルトライフ AK? うーん、この辺もな。持っててもな、そこまでだしな。売るか。あとは UMP のパーツはいらないね。UMP は全部売ろう。UMP いいやつね、持ってたと思うし、あんまり、そんなにね、使い勝手は良くなかった気がする。うん、あと、デザートイーグルデザートイーグル系のピストルとか。うん、MG4。MG4 も別にいらないかな。 結局、弾を作るのは結構大変になっちゃうからね。あんまりね、あの、いろんな武器使えないよね。そこなんだよな。HK もいいか。完成品あったしな。青だったら別にいいや。この辺も売るかも、全部。MG4。この辺もパーツは結構あったと思うんだよね。まあ、600の品質ぐらいは置いといてもいいかな。600だけ置いとくか、これも。そうだな。600近いやつとか、600だけまあ、コレクションとして置いといてもいい。よし。 で、ロケットランチャー1本と、売って、こんなもんかな。あモワークベンチも山ほどあるけどな。まあ、これどうなんだ売り地もそんな高くねえから別に置いといてもいいか。とりあえずいろんなところで使うかもしんないし、壊されたらね、あれだしね。これは置いとくか。まあ、こんなもんかな。とりあえず売り物としては。よし。じゃあまあ、残りのものはここに一旦置いといて、また取りに来ないといけないけど。よし。 バイクに積むか。バイクに積めばいいんだ。あー、ボコボコ。かなりボコボコですね。よし、じゃあトレーダーのところにね、向かいましょう。よし、出発だ。あまり近くにね、この近くトレーダーないんだよね。だから草原の町の方に行こう。救援物資も確かね、落ちてくるはずだ。なんでこの辺まで爆発してるんだ。流れ弾が当たったのかな。まあ、とりあえずね。 報道ね、終わったからね、また次のね、フォードまでね、準備をしていかないと、闘技場もまだね、完成してないからね、完成させないとね、次のフォードはあそこでね、迎えたいしね、とりあえずトゲとか、トラップ系だな、トラップ系も置いて、あとタレット置いてね、まあその辺、仕上げていこう。あとは、そうだな、あの、サンタとか、サンタとかまたリベンジしたいけどな、この合間に。 サンタいけるかな本当に。サンタかなり厳しいからな。いろいろ準備しないとね、いけないかもしれない。何かトラップ系トラップとかタレットでも持っていくかなサンタはね。それぐらいしないと正直厳しいよね。あとあの、鉱石イベントもそうだよね。鉱石掘り。 あの、マイナーのあれも、採掘も、リベンジしたいところではあるけどね。あれも結構厳しそうだな。あれもだいぶ厳しいだろうから。なんとかね、作戦を練らないと。自分だけの腕じゃ守りきれない、さすがに。よし、とりあえず着いたぞ。さあ、ボブよ。全部買い取ってくれ。全部売りさばくか。ハンティングライフル。 ピストル。ピストルも売れないし。PSG-1。あとパーツ。ショットガンに。結構金になるぞ。よし。ロケットランチャーも。まあまあ金になった。PSG-1、PSG-1 じゃないよ。プラズマライフルも売るか、これ。高いしね。よし。4万。 4万7千。金になりましたね、結構。なんか今売ってたらいいけどな。最近利用してなかったからな、トレーダー。騒がしいな、外が。えー、何売ってんだチェーンソーブレード。うーんペイントの方とか、ソーラーバンクとか、売ってはいるけどな。まあ、トラップとか使うんだったら、これね、使ってもいいし、もしあのー、外でサンタとか、まあ、それこそ鉱石のやつで、トラップとかね、タレットとか使うんだったら、 昼間だったらこれでもいいよね。わざわざジェネレーター持って行ってやるよりかは楽かもしれないどうなんだろう贅沢かな弾、あ、ロケットの弾とか売ってる。こういうのをちまちま買い集めて。弾をね、とりあえず集めていった方がいいかもしれないな。あんまり売ってないしな。あんまり売ってないな。得なもんないな。特に買うもんないからな。 ソーラーバンクでも買っとくか。本当に買うもんがない。何もない。うーん、弾もな。買っとくか。ロケットの弾。いや、どうだ。買っても、それだったら 9mm の弾か。これだったらタレットとかに使えるだろうしな。多分。多分、タレットに使えるのか分かんないけどな。タレット、弾が違ったらあれだよな。モッドで違ったらあれだけど。まあ、買っとくか。 よし、こんなもんでいいか。よし。別のトレーダーもちょっと行ってみるかな。何か売ってるかもしれないしな。結構集まってやがるな。うわ、危ねえ、危ねえ。雲、雲、雲、雲。危ない。雲が急に来やがってさ。恐ろしい。よし、別のトレーダー行こう。よし、トレーダーポイントに着きました。 ここでは何か取り扱ってるといいけどなジミーよ何かくれ here, とりあえずピストル売るかあ売れないここもピストル売れないのかすでにマジかよ何売ってんだろうああレシピとか売ってるけどいらないなあしょぼい SMG これだけしょぼすぎるでしょマジかよ久しぶりに訪れたって割には何も売ってない 本当に何も売ってないな弾も売ってないじゃん役立たずだな残念ながらマジかよしょぼい非常にしょぼいなブラスぐらい買っとくかマジか少なすぎるよこいつ全然取り扱ってないじゃん何もマジかよ終わったわお救援物資が来たぞさあ近くに落としてくれおお結構近いな いいね。これを回収しに行こう。救援物資にね、何か入ってるといいけど、あの、鉱石スキャナーとか欲しいんだよね、俺は。それが欲しい。あと、まだ見ぬアイテムとかね、あれば欲しいね。ボスもちょっと、ボスクラス出るかな救援物資で。召喚して、ちょっと倒して戦利品をいただくか。あの、パラサイトだっけパラサイト的なやつ。あ、落ちてきた落ちてきた。 結構近いからすぐ落ちてくる前にこれたどり着くんじゃねいい場所に落としてくれたな割とあ来た来た来た早い早いぞドンピシャだちょっとでも危ないな敵が召喚されるのはちょっと怖いからこいつ誰だあなんだこいつうわすげえこいつ何鉄の鎧やアーマー、まあ、つけてんじゃんそんなに強くなかったでも おすげえ甲冑だすげえなアイアンアイアンアーマー落とすんだかっこいいなあいつ誰か出るかなちょっとここで待ってたら出んのかな囚人がいる危ない危ないさあいでよいでよゾンビ出ない 結構出ないパターンの多いのかなあ,出た出たあ、出た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 あ出た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 。あ、結構出たぞ。知らないやつ出たな。なんだろう、あれいつ。細身の体で。ボスはいないっぽい。あいつがボスなのかもしれない。これ誰だでもそ、兵士かな兵士っぽいな。なんかの特殊部隊か。 監守だってしょぼいな特にだな強欲な女マジかよしょぼいな大してだな死んだのかあされないしもうインプティーだし最初からインプティーなんでバグってんだけどまあいいやよし中身ああしょぼいああ回復だけかまあまあまあ まあ回復は嬉しいけどね。ひどきった嬉しいけど、ちょっとしょぼいな。なんもないな。危険物資本当にハズレが多いね。全然7日に1回しか来ないのに。ハズレだ。ちょっと新しいトレーダーもちょっと探そうかな。こっちの方とか全然行ってないからね。北の方とか行ってないからな。新しいトレーダーいればいいけどね。何かあるかもしんないな。この道をちょっとまっすぐ進んでね、何か探すか。 何かあるかもしれない。新しい。あの、廃墟の街とかが近くにあればね、そこで、あの、バンディット狩りとかね、してもいいしな。バンディットにエクスプローシブの爆発やを撃てば、結構簡単に倒せたりすんのかなどうなんだろう。聞くんだったらね、一撃で死んだりね、もしするんだったら、めちゃくちゃ狩り放題になるけどね。お、街が奥に見えますね。あれ荒野じゃないかもしかしたら。 荒野風の大地。あ、でも道が曲がってる。荒野風の大地だな、あれ。多分荒野だな。トレーダーはなさそうかな。今のところ見えないな、まだ。わからんねんけど。荒野風の大地だから、多分荒野の街だろう。バンディットは他にどこにいるんだろうな。 おぉ、危ない危ない。サソリとワニ。危ね普通のノラのバンディットって、あれかなあの、教会の、霧の教会か、この荒野の街にしか出てこないのかなあんまり見かけないよね。他はあの、あれか、基地か。あの、前は、なんか、オイル工場みたいなところにね、バンディットがいたけど、それ基地にいるのか。 バンディットのそういう建物がたまにあるのかな。そういうところを探さないといけないのかな。ああ、荒野だな。荒野の街だ。これはバンディットがいるぞ。シーバンディットがいつもの。死ぬかもしれないからな。あいつらに結構殺されてるからな。うーわ、危ない危ない。犬もいる。ここ、割と近いからでも、 あれだな、南に行くよりかはね、近いから、装備集めはこっちでしてもいいね。まあ、あの、汚染地域外に行かなくてもね、こっちでも結構集まるからね、バンディットとか、巨人とかも出てくれば、割と集まるしね。そんなにでかくないね。規模は大きくない。ダイオルフ、ダイオルフが。危ない危ない危ない。全然でかくね規模。 小さいでもちょっとあれかなあ,あんまりいないかもしれない敵もいないもんな全然バンディットもいないかハゲワシとか動物はいっぱいいるけどなバンディットいたわシーバンディットだプラズマ持ちが倒したいけどまあプラズマ持ちは正直危険だからそんなにねいっぱい出くわしたくはないけどね 殺されとるからなあいたプラズマ持ちだあれ違うあプラズマ持ちだよな、ね、危ないいたいたぞ危ない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 あいつ殺されてるから私は一度お前は誰だよし揚ワシも邪魔だなしとめておこうプラズマ持ちが近づいてくるからエクスプローシブの矢を忘れたな 置いてきたからな試せないけどまあこの距離で当てるの難しいしなよしここは G1 でいこう、うん、危ないうわーバンディットだ C バンディットも来たまずいなあゾンビと戦ってるうわビリビリしてるえってててになに,なにえなに今のああれかあれか C バンディットのマシンガンかなびっくりしたしかもあ,あれだスリープのやつがついてしまったスリーピーがついてしまった 寝てなかったコード開けてそのまま来たからな。でてっあ結構射程長くねあんな射程あったっけあいつ。結構射程長いぞ。厄介だなかなり厄介だぞ。とりあえず。 きいてててて構えずにも打てるようになってんじゃないあいつやべやべ構えてないのに近接で行ってもいいけどなで後ろうわワニー危ないワニー骨折してるうわ骨折したしなんなのワニに骨折食らうのかまずいなまずいぞ命の危険だ この骨折か普通の捻挫だ。あ、ネン普通のでもあれかな。スプリントないしな。まずいな。シーバンディと置いとる。とりあえず倒すしないな。あいつを。ようやく死んだ。オッケーオッケー。おお、アンシーゴーグル。とりあえず、やはり危険だ。ここはね。 トレーダーもなさそうだな。いないな、トレーダーも。近くには。ワニガーもらっていくか。プラズマ野郎だけ、なんとか仕留めて、とんずらしたいね。どの辺にいるかだな。どこ行った、あいつ。 いない、いなくなってるなぁ。でも近くにはいそうだしなぁ。変なとこ行ってたら厄介だけど、あ,あ、ハエだ。消えたかなぁ、でも。離れすぎて。いないもんなぁ。ほんとにいなくなってるなぁ。下手に近づいてほんとに撃たれたら、かなわないけど。いなくなったなぁ。いなくなったっぽい。うん。 ゾンビと戦ってやられたってことはないだろうけど家の後ろとかにいるかもしれないなマッチョんあいつは誰だあいつはシーバンディット危な,危ない危ない危ないモンンシバーシーバンディットはいいや。 骨折してると逃げにくいしなプラズマいなくなったかあれもシーバンディットだなんなんかいるぞあれ誰だ巨人だ巨人の男だ巨人の男ってあんまりいいも落とさないんだけどな今まで落としたことがないからなあんまり女型はねいいけどね女型は本当に結構いろいろエグゾースつけ落とすけど男巨人あんまり落とさない危ない危ない危ない来てる来てる あいつら強くなってんのかな若干なんか前より行動がね、賢くなってる気がするわ。トレーダーも見つからんしな。まあ稼ぐのはまただな。ここで稼ぐのはもうちょっと後にするか。シーバンジットだらけだな。しかし。危ない危ない危ない。やばいやばい。車引っかかって危ない。車が爆発したりしたら確実に死ぬからな。 なんか走ってるばあさんばあさんがいた。なんだあいつ。あいつ誰だあれかり裂キ,キマかジャックザ・リッパー的なやつか誰だこいつ。こんなやついたかなジャックザ・リッパー的なやつだなここ。危ない。感染と出血もらったよ。痛いなぁ。走ってんだなぁ、こいつ。昼でも。知らなかった。そもそも夜にしか登場しないのかと思ったけど。 普通に昼でも普通にいるじゃん。恐ろしい野郎だぜ。トレーダーもなさそうだな。ちょっとわかんないけどな。場所はわかんないな。これまたマップで探すしかないかトレーダーは。探して近場のやつ回るか。こっちの方は危険だわ。とりあえず戻ろ、一旦。ボコボコにされたから。一旦砂漠の町まで戻るか。 危ない危ない危うくね死ぬところで死んだらまた報道のねあのレベルが下がっちゃうから死なないようにしないといけない余計なところでね余計なことして死ぬことが多いからね本当に気をつけないと7日本当に生き延びるっていうのは大事だよ報道で死なないのにね報道以外のところでね適当に死ぬからなまあサンイベントとかでもやったら死ぬ可能性はね上がるけどね ちゃんとでも準備していきたいね。タレットだな。タレットさえありゃなんとかなるような気がするんだよな。サンタイベントとかも。だから、タレットか、まあトラップまあなんか、まあでも、他のトラップだったらあれか。サンタもかかる可能性あるからな。ブレードトラップとか、ウッドスパイクとか置いたら、サンタが勝手にかかりそうだから、あんまり良くないね。 だから、まあタレットかな。置くとしたらタレットだよね。タレットをまあ、2、3個ぐらいを置いて、で、処理させる。自動的に処理させて、自分安全な場所から、あの、サンタを守るっていうのがベストかな。ベストな気がするわ。いろいろ作らないとな。でも、弾とか、その他、その他もろもろをね、用意しないと。 とりあえず途中のポイントにベッドが置いてあったからな。スリーピーを直すために休んではいるけど、これスリーピー今までつかなかったのにね。急になんか最近つくようになったな。一日普通にやっただけで、ね、働いただけでね、結構つくようになったな。今まであれかな。結構風邪ひいてたからあれかな。あのベッドでね、風邪ひいたら結構ベッドで休むようにしてたから、つかなかったのかな。あ、治った治った。よし。 まああれがどれぐらいの何が眠いっていうのはね、デバフなのかよくわかんないけど、ほっといたらね、どんどん悪化してね、まあ睡眠不足はかなりね、悪影響になりかねないよね。もしかしたら三大欲求だからな。恐ろしい。よし、戻ってきました。この壊れたね、学校まで。よし、とりあえず骨折を直さないと。 オッケーそしてまあ歓声も直しとくかまあとりあえずトレーダーで荷物ねさばけたからよしとしようまた別のトレーダーとかをマップで見てねお金をね使って何かまあタレットとか売ってたらね買いたいね買ってもそのを使おうつくの面倒だからねそれね買ってあのー、サンタイベントとかね準備していろいろねやっていきたいですね玉も作らないといけないしね まあエクスプローシブね、まだあるからね、余裕があるから、その辺を使っていけば、結構サンタね、いけるんじゃないかな。まあサンタ巻き込んじゃうとあれだけど、まあ、なんとかなるんじゃないかなという気がしてる。あと NPC もそういえばね、あの、集めないといけないな。拠点の NPC ね、もう誰もいなくなってるからまた集めて、あれね、あの、ちゃんと整えないとね、多少は何か作れるようにしとかないとね、 ちゃんと作ろうかな。NPC ゾーンをね、ちゃんと作りたいね。まあそんな感じで、えー、またやっていきたいと思います。というわけで、今回はこの辺で終了します。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。